9番岩崎由美君、登壇ください。はい、よろしくお願いいたします。前半のね、いっぱい質問いろいろ伺ってて、やはり情報の町がどんなことをやっているか、さっき関係変更というお話もありましたけど、観光係の方では島を PR する、ね、人がいたり、それから他のところでもやっていることがなかなか伝わってないんだなということと、やはり実施財源がないために町独自の政策がなかなか実現できないというところが非常に今大きな課題かなというふうに気がつきました。さて、私の方から1点質問いたします。本当は2つだったんですけど、諸般の事情により1つになりました。では、町の情報発信に SNS の活用をという質問をさせていただきます。去る4月9日、町立八条病院の職員が、小児科医、派遣協力を Facebook 上で発信したのは、大きな反響があったことは、南海タイムズの記事をはじめ、Facebook やっている皆さんはよくご存知だったかと思います。さまざまなリアクションがあり、中にはね、ご苦労するようなこともあったかもしれません。ですけども、まずはそのことを情報発信した職員の方と、それを応援した上司の方に敬意を表したいと思います。さて、その際に私の方にですね、防災無線のツイッターとの温度差、つまり防災無線の、ツイッターでは、今日は休診ですっていうね、お知らせのみ、その一方で悲痛な職員の叫びの発信っていうところに非常に温度差を感じたという意見がありました。また、もっと他の SNS の、ね、ツールで町のことを発信してほしいというような要望も多く聞いてございます。そこでですね、この質問に至ったわけですけれども、まずその小さな問題と質問として1点目、この呼びかけの効果、町の職員の方が発信した呼びかけの効果、特に情報発信の前後での協力の依頼申し出の状況は比較するといかがでしたでしょうか。2点目、現在町独自で実施している SNS 情報発信は防災無線に連動したツイッターのみですね、公式という意味です。他にも Facebook 上でありますけれども、ある程度情報発信されている情報が制約されています。町民からは SNS による情報発信を望む声がありますが、担当する職員、内容の精査、アフターフォローなどの課題は多くあると思います。人材募集やその他の情報についても今後 SNS、特にですね、子育てだとか、それから職員募集というようなものはSNS は非常に強力なツールだと思いますので、今後これを整備していくことが必要だと思いますけれども、町のお考えをお示しください。よろしくお願いいたします。事務長。はい、議長。それでは9番岩崎由美議員からのご質問に回答します。1番目の質問ですね。まず情報発信に至った時の経緯から説明させていただきます。昨年の11月に当院の小児科医師が休職して以来ですね、小児科診療におきましては東京都をはじめ多くの医療機関にご協力をいただき、臨時医師を派遣していただくことで診療を維持してまいりました。しかしながら派遣元の医療機関にも小児科の医師に余裕があるわけではありませんので、そう何度も派遣できない事情がありました。その結果、この4月の時点で5月以降の医師の確保が一時的に困難な状況になりました。そこで短時間で情報拡散に優れた SNS での当院の小児科の診療依頼の情報発信を検討させていただきました。しかしながら町には SNS での
情報発信受信の運用規定など、取り決めがなされていなかったために、ま、異例でありますがあくまでも職員個人での、臨時的な情報発信ということを取らせていただきました。これが経過でございます。でその結果ですね、6月4日の時点で、この投稿に関するシェアが2353件、コメントが271件、直接の医師からのお問い合わせが20件ありました。で、この結果ですね、5月から8月にかけまして、6人の医師とですね、約診療日の 3分の1の、診療日を確保することができました。たくさんの方の、善意に感謝しております。以上です。企画財政課長。はい、以上。私の方からは、2点目の SNS の今後の活用についてお答えさせていただきたいと思います。まず町の現状でございますけれども、継続的に行っている SNS による情報発信としましては、防災無線に連動したツイッターによるほか、フェイスブックによる八丈島でスポーツしようや八丈島熱中症学校といったものがございます。今般の、小児科医派遣の呼びかけについては多くの反響があり、 SNS の持つ大きな可能性というのを我々としても感じたところでもございます。近年におきましては他の自治体でも情報発信強化のため SNS を利用する事例が増えてきておりますので、我々も参考等にしていきたいと思ってございます。しかしながら SNS が持つ有用性と危険性を認識し、適切に利用するためのガイドラインを作って運用をしているというところでございました。町として、今後の方向性はまだ検討されておりませんが、町内 IT を統括する企画財政課として整理すべき点をいくつか想定しているところでございます。一つ目に、公式で SNS を利用するにあたっては、情報発信の内容や緊急性を鑑み適切にチャネルを分けることが望ましいこと、具体的には防災無線の内容とイベント等が明確に区別されるということでございます。二つ目に、 SNS を情報発信の主たる手段としないこと、 SNS での情報発信は SNS の利用者に限られることがあり、情報弱者とのさらなる格差を生むことから配慮を要することが挙げられます。したがって、従来の情報提供手段の二次的補助的手段とするべきだと考えているところもございます。3つ目に、SNS は受け手にとってあくまでもきっかけであり、そこから誘導されるホームページであったり、窓口応対での質の高い情報提供が基礎となっていること。 SNS は、情報がどんどん流れていってしまう、いわゆるフローデータと呼ばれるものでございます。それに対しホームページや紙媒体、窓口応対といった情報は固定しておける情報としてストックデータと言われるものになります。このフローデータとストックデータを組み合わせた総合的な情報提供が今後は検討されるべきとも考えてございます。4つ目に、SNS の使い方においては住民への情報発信と、いわゆる、シティセールスと言われますか、外向けの情報発信とは分けて考えていくべきだということ。5つ目に、公式アカウントでの利用を行う場合は、ルール策定も同時に進めていかなければならないということ。まずは、こういったことから整理、検討を始め、今後の SNS の利用の方向性を見出していけるかと考えているところでございます。また、今回のご質問につきましては、私どもといたしましては、
単にツールの疑問、議論ということではなく、アナログ、またデジタルを含めた様々な媒体がこう普及する中で、それぞれがどのような役割を果たしていくべきか、総合的な情報刷新のデザインを考えていく契機となればいいなというふうにも考えているところでございます。以上で回答とさせていただきます。はい、9番。はい、関係する課の中で様々な議論をしていただきありがとうございました。おっしゃられている5つの点については全く私もその通りだと思います。宮崎議員が、よく言ってらっしゃる ICT、 それから町がいろいろなことをやっている情報発信、そういうことは今後しっかりやっていかなければいけない課題だと思います。で、予算のこともありますけれども、なかなかそういった大きな問題から取り組み始めると予算がない分動いていくことが難しいし、検討していきますという答えで終わってしまうんですけれども、このような SNS、ストックデータであるホームページをリニューアルするとかそういうふうになると、それは大変やらなければいけないこととはいえなかなか大変ですが、まずは手軽にこういう情報発信ツールを活かして、島の活動、それからいろいろな施策に結びつくような意見募集とかですね、そういうこともやっていけると思うので、ぜひやっていただけたらなと考えますが、例えばどのぐらいのスパンでこの課題について取り組んで情報発信ができるか、もしそれが可能であるとすればどのぐらいのことを考えていかなきゃいけないか、時間的なことですね。例えば1年間ぐらい、いろいろ検討して、1年後にやるとか。ただ情報というのはいろんな媒体もそうなんですけれども、非常に日進月歩、どんどん変わっていきます。そういった情報も得つつこの問題について取り組んでいただきたいと思うんですが、今後の予定などについてお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。企画財政課長。はい、以上。それでは岩崎議員の、再質問に答えてしたいと思います。先ほども申しました通り、私どもとしましてはまだ企画財政課の段階で検討の入り口に立ったというところでございます。期間につきましては、どれくらいということは申せませんけれども申せませんが、岩崎議員おっしゃる通り、日々こういった技術等は進展してございます。それに伴いまして住民の方の要求というのもしっかりとあると思いますので、その辺は我々も認識しながら、できることから始めていきたいと思ってございます。そうは言いましても、やはり町内におきましても、まだまだ SNS についての理解、また、使用頻度というのも少ないというのも、格差があるというところは理解しておりますので、我々としましても検討は始めていきたいと思ってございます。まずはもう今将来にはですね、IT 推進会というのを、若手中心のものができてございます。そういった場で、SNS の若手であったり、そういった勉強会、また今の、広報等のやり方がですね、本当に届くべき方に届いているのか、そのこともですね、検証しながらですね、一つずつではありますけれども、進めていきたいというふうに考えてございます。期間については、何とも申し上げられませんけれども、できるだけ早い対応というのを考えてまいりたいと思ってございます。